後藤隆市イン五六から官営四4年11月24日は、長崎の町年寄りを務めた人物。キリシタンで、衆院選貿易家でもあった。佐賀、武雄の後藤隆明の一族で、意名は貞行。当初は、宗太郎という名で、後に正左衛門と称する。宗院と合し先例名は、昇明といった。元気2年、長崎に移住し、 商人たちの指導的な役割を担う頭人となる。文禄元年、長崎大館、寺沢広隆により、頭人は、町年寄りと解消され、後藤隆市委員は引き続き町の統治に携わる。町年寄りを務める傍ら、ブルネイや、シャム行きの主委員長を加フされ、主委員船二席を渡航させて、海外貿易に従事した。慶長五年からキリシタン新皇帝美記賞、 金属活字の告示本で出版。同年3月上旬に、オラショの翻訳。同年6月上旬に、ドチリナ、キリシタン。同16年5月上旬に、ヒデスの教を観光。その社会的地位と財産で、イエズス会を援助し、キリスト教徒の新人会、コンフラリアデミゼリコルディアに加盟し、慈善事業にも従事した。現那7年3月26日付の長崎の、京都から、 ローマ教皇に宛てた法等文にも署名した。官営3年6月、長崎住民に対する帰郷命令が出され、長崎奉行の水野主審により、町民の帰郷が進められた際には、これを拒んで、長崎の町を出た。総院と同じ、町年寄りの町田修が助案も信仰を捨てず、同じく、長崎の町を去った。官営4年、84年で病死。 広大寺に埋葬される。出島町人の一人、後藤昭左衛門は、総院の子である。ABCDEFG、後藤隆信、長崎県大百科事典長崎新聞社、330ページ ?ABCDEFGHIJ、ABC F I J 後藤隆信、国史大辞典4巻、吉川博文館、915ページ、赤瀬博史。 株式会社長崎出島講談社選書目知三36から37ページ AB、長崎県の歴史山川出版社、146から147ページ、原田博次著、図説長崎歴史散歩大公開時代に開かれた、国際都市、川で書防震車、113から114ページ数を、山口、あるいは、京都出身とも言われる、富山美木 長崎歴史の旅朝日新聞社、120ページ止め、または、トマス、トーマスと読む。長崎県の歴史山川出版社、148から150ページ、慶長11年6月12日付で、ブルネーの、同12年12月24日に、シャムへ渡航するための衆院員を下された。国史大辞典4巻、吉川博文館、キリシタン版。 印刷書は、長崎の坂山地に置かれた。ミゼリコルディアート、長崎県の地名日本歴史地名台四4 3平凡社、130ページ、赤瀬博史、株式会社長崎で島講談社選書メチへ、49ページ、長崎県の歴史山川出版社、174ページ、五ノ井高市著、長崎住民に対する迫害、日本キリスト教師、吉川博文館、 215ページ、片桐和夫著、デジマイ文化交流の舞台集英写真書、28から31ページ。ありがとうございます。